はい、小屋ファンクです。チェック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 イラウチェック1、2、yeah. チェック2、7チェック2、7 DD7 スターウォーズ出てくるロボットみたいな名前だけど、ああ確かにそうですね、はい、見た目もなんか近い似てる。 DD7 と DD2 ボスのメイキ最初期のデジタルディレイ、うん、そしてこっちがまあ比較的新しい、うん、DD7 デジタルディレイ、うん、逆にアナログぽくね説もうなんか一回りしちゃってるみたいな感じなんかもうよくわかんないんだけど順では何言ってるかわかんないんだけ ど、うん、なんかデジタルの割にはあったかい音がするみたいな、うん、イメージだったような気がする。なるほど、逆に昔のデジタルディレイ、うん、アナログなんじゃねそう説ってことね。わかりました。長らく弾いてないんで、はい、音をちょっと覚えてないんだけど、うん、なんか今のやつと違う音違うなぁ。いや、それは違うでしょ。だから、うん、それをちょっと検証したいな。セッティングをなんとなく近い状態に合わせて、うん、検証したいと思います。はい、まずは、比較的新しい、デジタルディレイ DD7 のディレイ音を聞いてみましょう。はい、オン。最初期のデジタルディレイ DD2。はい、行きましょう。オン。アナログディレイになってる。もう一回りして。デジタルが昔の SF 映画とかでさ、エイリアンとかでさ、デジタルのさ、こういうさ字とか出るとさ、逆に古く思えるさ。そうそうだね。U2 なんか弾けない、弾けない、ね、プライドとか弾けないの、ないチャチャラチャラ、うちらさ、この間からディレイやってるじゃん、うん、GH がいっぱい出るじゃんか、うん、GH って何に使ってたんだろう。 GH は、うん、最初はエルハモのメモリーマン、はい、で、次が TC、 お、やっぱ日本製じゃない。で、その次はコルグ、お、あれ、で、その次が AMS、 あれ一回もここにはたどり着いてなんか柔らかい音だよね。なんか濁ってないよね、うん、こっちは面白い。アナログディレイだ、面白い。一周してる、一周してる。やっぱり中の使ってるもんも違うと思うけど、空き板見てみる、開けてみる、うん、うん、こうしよう、うん、もう物が全然違うんじゃないこれ。あ、取れた、取れた、これもう違う。まあこっちがでいいけどね、うん、もうなんかな、何これ、スターウォーズで言うと何、これ、スターウォーズで言うとデススターのこう緻密さが違うね。あー、分かんないですね、うん、この中をこう飛行機がこう飛んでくるんで、あ、こっちの方がすごい大きな建物がいっぱいあるよ。あ、こっちは細かくなってるよ。まあ全然違うよね。もう別物ですね、完全に。使ってるものも違うんだけど、うん、やっぱこうエイジングされてるとこもあるじゃない、少しこう。まあそういうのもあるよね。ね、時代は少し経年変化起こしてるみたいな感じあるよね。うんうん、ってことはどんどん古いデジタルディレイがアナログディレイ。まあちょっとよくわかんないですけど、そのようなこともあるよね。だってパキッとしたもんね、やっぱこっちの方が、うん、すんごい綺麗にかかる、もう澄んだ水みたいな感じだったもんね、うん、まあジャズコーラスみたいな、うん、あれね、でもそこを目指してる感じはあるわけじゃん、こっちって。まあまあまあ、そりゃそうだよ、うん、でこれもやっぱり目指してはいたと思うんだけど、うん、そうだね、だから目指、こいつが目指してたものは多分これなんだよ。そうだけど、やれる範囲があったんだよ、うん、そうだね。だけどそれが今となってはアナログのような味に変わってるっていう、うんとっすね、よくわかんねえことになってるな、うん、これ一応メイドインジャパンだもんね、うん、ジャパン。ハードオフとかで見つけたらレスキューした方がいいかもしれないですね。ああ、そうだね、ほぼだね、メイドインジャパンの DD2、うんうん、ちょっとびっくりしたもん、うん、いいところきついじゃない。そう、俺もびっくりした突然。ぜひ皆さんのこれを見つけたらレスキューしてください。はい、はい、小屋ファンクでした。イエイ。